10億円当たりました、何を買いますか。いやもうこんなのね、ほんとに僕だったら実際は貯金したいですけど、船長は。あーでもこれ合わせていく方向、いやいやいや、貯金はだって買いますかって言われてんのに貯金しちゃダメだろう。うざ今誰、そんなまあマリンは、マリン的にはもうこうでしょう、多分。まあ、僕だったら、これなんだ、僕だったら、僕は多分これなんだ、ね、こうだと思うな、多分僕はこれ、まあ、サガメタはこれっすね、まあ、これかな、お、サガメタはこれっす。あ、じゃあ見ていきましょう。募金です。あ、募金、あ、募金なんだ、募金、こんなにもらったの。坂本募金なんかする。いや、お前だけでは絶対しないだろ、そんなことは。坂本募金なんかしなそうじゃない。間違えた、あのスロット、スロット。絶対につけんなよ。マリンは堅実に家ですよ、マリンは絶対違う。マリン、おめつまんねえよ。家とかつまんねえ。何言ってんだよ、10億円あって家買わないでどうすんのよ、肝臓なんて言って。マンション買う決まってるでしょうが、まったく。分かってない奴らだね。よし、はい、